ラジオニュース種まきジャーナル、ここからは特集の時間です。太平洋戦争では本土空襲ということで、日本の各地に爆弾が落とされて、普通に暮らしている大勢の市民が命を失い、大怪我をしました。この大阪にも1945年3月から終戦の前の日まで、100機以上の大型爆撃機による無差別爆撃が8回ありまして、1万5000人以上の方が亡くなっています。そして昨日大阪地裁で太平洋戦争中に空襲を受けて怪我をしたり家族を失った方々が被害を救済されないまま放置されたとして国に損害賠償を求めた裁判の判決がありました。原告は66歳から82歳の方々です。裁判の結果は原告の訴えを退ける、つまり訴えた空襲被害者側の敗訴ということでした。今日はこの大阪空襲訴訟の原告団代表世話人の庵野照子さんと、この訴訟を取材し続けているジャーナリストの矢野博さん、お二人をスタジオにゲストにお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず庵野さんからお伺いしていきたいんですけれども、昨日この判決を気になってどのように感じましたか？そうですね、司法の世界には正義はないのかなと思いました。判決を聞いてみてですね、ご自身として納得できるところ、できないところというようなことはありましたか？納得できるというのはあんまり感じませんでした。もう全く絶対納得はできませんでした。いいんですか？14回もね、戦時災害援護法がね廃案になっていますから、もう裁判しかないと思って人権の砦を叩いたわけです。これまで戦時災害援護法っていう法律を作ってくれということで、国に訴えかけられてたわけですね。それがもう14回も訴えているのに全部却下されて、で最後の手段としても裁判ということになってたわけですか。もう裁判しかないと思ってね、もう本当にその人権の砦しかないと思って、その結果が本当に残念でした。なるほど。もう裁判で、庵野さんたちが一番何を訴えたかったんですか？そうですね、やっぱり謝罪と補償、で再び戦争させないこと誓ってほしいと思いました。国は空襲で庵野さんたちはお怪我なさったわけですけれども、これまでずっと謝罪も補償も何もしてないんですか？ありません。悪かったということもないし、その怪我の治療を助けたりとか治療費を出したりとかいうようなことも全くない。治療費も自分でみんなしてきました。そういう国の姿勢についてはどのように感じてますか、今まで？なんか非常な国だなって、いつも思いましたね、その都度。今までいろんなことがある都度、非常で、なんか改めて命を大切にしない国だと思いました。訴訟をこれまで続けてこられるっていうのも大変だったでしょう。提訴されたのが2008年のちょうど今日12月8日だったそうですけれども、丸3年間、皆さんでも裁判所に通い、でそして皆さんの訴えを裁判官に向けて話したわけですけれども、その時のお気持ちはいかがでしたか？やっぱり私なんかその裁判所さえも知りませんでしたからね、訴訟がどんなものかもわからない。 でももう裁判しかないという思いで、裁判できるように弁護士さんを探して、そしてそこへたどり着けたわけですけど、国というのかしら、姿勢がこんなにたくさんの犠牲者を置いたまま戦後は終わっているいうことにしているのが本当に
私はそうですけど、皆さんも、あの、国も政治家もですけど、普通の国民の皆さんも、これは異常やと思ってもらえないのかなと、はい、思いましたね。あの、やっぱり安野さんたちがこういったことを訴えることっていうのが、これから国を戦争に向かわせるっていうようなことを防止することにつながっていくと思われますか？あ、それはね、あの、やっぱり再び戦争が起こらないようにっていうことも、あの、思ってますから、はい、この訴訟はそれの歯止めの一つでもあると思ってます。あの、矢野さんはずっとこの訴訟を見続けてこられたわけですけれども、はい、矢野さんは今回の判決をどう受け止めてらっしゃいますか？あの、とても冷たい判決だなというのが実感でしたね。あの、安野さんをはじめ原告の人たちは初めての法廷で、自分の体験を涙ながらに訴えていったんですよ、はい、それはやはり戦後66年経ってもこの空襲による悲しみ苦しみというのはもう癒されることなく続いているということを切々と訴えた。そのいわば心の傷にできた、ようやくできたかさぶたを自ら剥ぎ取って訴えた、その心の叫びをですね、裁判官は受け止めることもなく却下してしまった。それが非常に悔しいですね。はい、矢野さんから見ても、はい、もうほとんどこの判決自体には評価できるようなところってのはありませんでしたか？はい、今回の裁判で私は二つのことに、注目していました。一つは、戦争による損害というのは国民が等しく受けなければいけないという、戦争損害受任論が出るか出ないか、それが一つです。で、二つ目は今回の裁判で弁護団が明らかにしました。これは当時防空法という法律があって、国民に逃げることを禁じ、消火活動を義務付けた、それによって被害が拡大したという、この2点です。あの、空襲の時に、はい、国民に逃げるなって国が命じてたんですか？そうです。防空法という法律によって、逃げることを禁じて、しかも消火活動はで、しかもですね、懲役刑、半年以下の懲役、または当時のお金で500円、当時の教員の初任給が55円だった時代にです。あの、だって空から爆弾がいっぱい降ってくるわけですよね、はい、その中でも、うん、法律で逃げるなというふうに義務付けられていた中で空襲に遭ってたわけですか？そうです。ですから、この空襲被害というのは偶然の災害ではなくてですね、やはり国による人災だと、それが弁護団の主張です。その点について、はい、今回裁判所は、はい、ほとんど何も汲み取らなかったということなんですか？はい、あのね、戦争損害受任論に対しては出ませんでした今回、はい、ただし、この防空法についても事実は認めましたけれども、この判決には生かされませんでした。事実認めても判決に生かされなかったら意味ないですよね。そんな中でね、こういう判決が出てしまってるわけですね、はい、そうですね。安野さんね、その防空法があって逃げられないという中において、空襲を受けることになったわけですけれども、安野さんが空襲を受けられた時の様子っていうのちょっと、辛いと思いますけれども、教えていただいてもよろしいですか？はい。私が被災した時は、幼稚園の年長児でした。昭和20年の7月16日に、爆弾が家の近くに落ちて、そしてその爆弾の破片が私の足に直撃しました、はい、それは家で兄弟やいとこと遊んでる時だったんですけど、はい、そして足はもうその場でちぎれてしまいました。はい、じゃあもうその後病院にね、すぐ運ぶというような状況でもなかったんですよね。空襲警報が解除されてから、隣近所 の、警防団のおじさんがどやどやと入ってきて、そして、トイタに乗せられて、病院に連れて行かれましたけど、その間は少し時間があったようです。病院に行った時にはもうすでにたくさんの人が運ぶ込まれてましたから。
あの戦時中ということで物資不足で満足な治療は受けられたんですか？あ、いえ、もうあの、まあ、私の場合は効果不効果、手術はする必要はなかったんです。ちぎれてしまってたから。ですから縫えばいいのに縫わないで、ただ赤チンを塗るだけだったんです。ですからすごくあの治るのに時間がかかったんです。治療ってそれだけですか？はい、はい、毎日毎日それだけですか？はい、外科手術とかも何もなく、はい、うわ、じゃあそんな状況の中ですね、暮らしてきたわけですけども、その後も大変でしたでしょう。どうやって、その後学校通って、でお仕事とかどういうことをされてきたんですか？その時は昭和20年は幼稚園の年長児でしたけど、その翌年は小学校入学だったんです。でその時はまだもちろんその頃は義足も車椅子もありませんでしたから、その避難先の小学校入りましたから、疎開先、だからそこの村のおじさんに、桶屋のおじさんが桶のタガに竹を使いますね、その竹で作ってもらった松葉で、で最初は通いましたけど、まだ不慣れでね、ですからもう雨が降ってはいけませんしね、母が、まあ、おぶって行ってくれた時もありますけど、雨が降ったにしたら、まあ、ほとんど休んでました。周囲の方々はどうでした？優しかったですか？